悩みありますよね。何ですか？悩みは言ってみてください。あ、そうですか。それもやめた方がいいんじゃないですか？はい、わかりますけど、ちょっと例えばどういうところが嫌なんですかね？はい、はい、あ、いい、喋ってください。はい、あー、で、それ嫌ですね。やめた方がいいと思います。確かに、まあ、言うのしんどいと思うんですけど、一回言ってみたらどうですか？嫌ですって言って、はい、うん、そうですよね。わからんでもないけど、昔からあるじゃないですか、ことわざで、三つ子の魂100まで変わらないと思いますよ、それって。結局言うでも、そうでしょ。だってこんな地球ってね、大きいのに、宇宙って広いし、地球も大きいじゃないですか。それなのに、こんなちっちゃい一つの人間がブーブーそういうふうに思ったところで、イルカとかからしたらどうでもいいでしょ。ね？はい。まあ、イルカの、まあ、気持ちは分かります、それは。はい、そう言っておっしゃってることは。他どんなことが嫌なんですか？そんな人おる？未だに。無視無視無視した方がいいです。だから、わけわからん、ほっといたらいいんですよ。まあね、人の見え方とかやっぱ気になると思うんですけど、昔から言うじゃないですか、ことわざで。千里の道も一歩から、やっぱり一歩、もう結局大きな目標はあっても、やっぱ一気にその叶わないから、一歩ずつ着実にやっていくっていうのも一つやと思うんですけどね。なわけわからん人ほっといて、まあ人生一回ですからね。はい。昔から言うじゃないですか、その歯に挟まった鶏肉、夕方出てきてまた噛むって、ことわざで、ね、それと同じように、その時美味しかった鶏肉って結局歯に挟まって夕方ぐらいになったらもう味しないんですよ。ちょっと思い出すけど、そんなもんで、それと一緒で、もうその時嫌だと思ってもどうせ歯に詰まったらもう忘れるんですよね。な、こんなもんかって思うのと同じです。そうそうそう、まあ嫌なことって多いですよね。はい、はい、なんかありますか、他嫌なこと。そや、そや、そうですよね。そりゃそうですよ。
まあ、昔からね、言いますもんね、ことわざで。足の皮むいてほっといたら爪ぐらい硬くなってるって。でそれぐらいこう場所が変わると、環境が変わると性質も変わっちゃうっていうのと一緒です。新しいとこ行ってやっぱりちょっと変わっちゃうかもしれないけど、それを受け入れて頑張った方がいいですよね。まあ、ご無理なきよう。そうですか。じゃあもう200万借りましょうか。200万円借りましょうか。そうなったら借りといたらいいんじゃないですか。それで解決すると思います。よかった。またなんか悩みあったら聞きますね。待って、夕方ぐらいになったらもう味しないんですよ。ちょっと思い出すけど